ちは、赤山修です。こんばんは、なこです。はい、なこんにちはとこんばんはが一緒になりました。まあ、一応今はね、夜なのでね、夜に収録しております。はい、仕事が終わって帰り道です。はい、今日はですね、まあちょっと雑談というかですね、今日はなおこさんのバレエの撮影がありましてですね、今神奈川県に来てるんですけど、今から都内に向かって帰るところです。はい、今日はですね、何かですね、こう気がついたところがね、なんかなおこさんあったみたいですよね。うん、今日はね、クラシックバレエの撮影だったんだけれども、うん、1部2部3部って3部構成になっていて、それぞれ1時間ずつぐらい。そうですね、はい、約トータルで3時間超えですね。それで間に15分休憩が2回入るような内容でした。で、Z8 と Z9 でちょっと取り比べてみようと思って、 Z9 の、バージョン4、であんまり使いこなしてなかったんで今まで、はいはい、ちょっと今日は徹底的に使ってみました、本番で。はい、1部が Z8、 2部が Z9、 3部がもう一回戻って Z8 にしました。はいはいはい、はい、それがね、改めて Z8 って素晴らしいって思っちゃった。あ、なんかね、そうらしいですね。だからその辺のところちょっと話をしてもらおう。何がいいって言ってもさ、具体的に難しいかも。まあでも直感的な話っていうのは結構参考になるかもしれないので、あまり参考にならないかもしれないんだけど、でも比較をね、この体感、体で感じたわけだから、そうね、数値的なものとちょっとまたね、違う観点にはなるかもしれない。そうだね、そうだね。あと、カメラの個体差の話になっちゃうんだよね。というのもシャッターの押し心地、はいはい、がね、 Z8 のが良かったの。私 Z9 も相当いいと思ってたのね。しかも私が今日使った個体はうちの5台の Z9 の中で私が一番いいと思った個体で撮影したんだけれども、それよりさらに Z8 の個体がなんかものすごい良くて、シャッターストロークが、はいはい、シャッターストロークっていうかシャッターフィーディングかな、ね、驚いちゃったので、なんていうのかな、どう違うかって言ったらね、Z8 はすごく鋭くシャープに切れる感じで、はいはい、Z9 がちょっとだけふにゃふにゃ感、大げさに言うと、をちょっと感じた。でもさ、私の Z9 ってあれシャッタースロック調整出したやつだよね。そうだね、何度も出したやつ、1回だけだっけ。とりあえずB だよね、 Z9B B だったら僕の2台目のカメラなんで。ああ、そうか。まあ2回か3にあっ違う、3回ってのは嘘ですよ。2回2回出したんだ。2回出しました、ね、ダメ出しして、さらに出して、良くなった個体で、しかもね、赤山さんも気に入ってるシャッタースロークだよね、あの B はね、なんだけど、なんか私の無調整の Z8 良かった今日。まあ、そうだね、何とも言えないけど、すごく気持ちよく写真が撮れたわ今日。でそれでね、だったら皆さんがね、Z8 と Z9 のね、比較でちょっと気になるところってのは、バッテリーの持ちについては、あ、それはね、まあ、一応さ、具体的にパッと一言で言ったら Z9 が長持ちして、Z8 があんまり持たないのは当たり前なんだけど、ただローテーションとしてもう慣れたかどうか、 Z8 のカメラに、じゃんじゃん減る電池の、そう、それの何かな、リサイクルというかさ、サイクル、そのサイクルに慣れたかどうか。結構慣れたかも。ほうほう、だいたいどのぐらいでなくなるっていうのが分かってきたので、ね、電池は必ずすぐ出せるところに持ってるし、あと例えば舞台でもう1時間電池変えたくないじゃない、曲と曲の間できれば、はいはい、そういう場合は私ね、なんていうのかな、PD 給電、はいはい、PD 給電しながらね、最初からやんないの、最初から PD 給電やんなくて、電池がだいぶ減って、ああやばいなって思ってから PD 給電を開始する形にしてる、そうするとなんかね、すごくうまくいく。まあ確かに PD 給電を鼻からするっていうのは電池に対しても良くないからね、多分。あと熱問題かな、やっぱり私がそういう風にしてるのは、
うん、熱持ちやすいので PD 給電しちゃうと、うん、だからなるべくやらない方向。ただ、はい、やっぱし極と極数十秒しかないところで電池交換はあんまりやりたくなくて、うん、Z9 だったらね問題なくスッとできるんだけど、うん、Z8 こう下の蓋をパカッと開けて電池出してもう一回電池入れてまたさらに蓋を閉めるっていう動作がね、うん、ちょっとねまだ暗闇でやるのにまだ慣れてないっていうのもあるし、うん、そう Z9 は全然もう破棄して残り1でもそのままやっちゃうぐらい、うん、電池変えないで本番に入っちゃうぐらい電池交換はあの別になんてことなくできるのね、うん、でもちょっと Z8 の電池交換まだ慣れてないのであの途中から PD 給電に切り替えるっていうやり方でここ最近はやってて、うん、特に問題ないです、うん、今日ちょっとね、うん、皆さんにねちょっとね説明がちょっと僕不足してしまうことで中途半端なこと言うんだけど、うん、何枚くらい撮ったかってのはちょっと僕ねあ、うん、そう今日言おうと思ってねトータルの枚数そうカメラしまうときに見たんだけど、うん、だいたい一部に対して1500枚ぐらい撮ってた、はいはいはい、で一部1500枚二部1500枚三部1500枚とそういう感じはいはいうん、でした。あ、そうかそうか、その辺みたいな。ただ、これ、あの、同業者が聞いたら撮りすぎだよって言われるかもしれない。ね、ちょっとね、私もね、まあ、カメラ、まだ慣れてないっていうのもあるし、ちょっとね、あの、シャッターが気持ちよすぎて、ちょっと多めに撮っちゃうっていうのも実はある。うん。スワンスワンって切れるから、なんかね、快感でね、シャッター切れる。それでね、うん、まあ、今のシャッターの感触ってのは、うん、あの機械的なフィーリングの話だと思うんだけど、うん、まあ、ちょっとそれはそれで、うん、なかなか皆さんに、言葉だけでは伝わりにくいから、ねうん、じゃあね、例えば、直子さんの、オートフォーカスのセッティングについてちょっと聞こうか。あ、今日はね、実は新しい やり方でやってみた。はいはいはい。実はね、あ、今日は、バレエ、クラシックバレエといっても、うん、子供たちがいっぱい出るような、うんうん、発表会ではなくて、うんうん、大人たちが、例えば男性と女性のペアとか、はい、女性一人とか、一、うんうん、人ないし二人で踊る曲ばっかり の、うん、確かに今日はね、バレエコンサート形式だったので、うんうん、例えば、後ろに立っている人物に、顔認識持ってかれるってことがまずないので、はい今日ね実はね全面オートフォーカスを使ってみたあそうなんだ全面オートフォーカスにして AF オンボタンを押すと瞳認識がオンになるっていう設定にしてます、はい、なのでもうほぼほぼ AF オンボタンは押しっぱなしそうなのねうんそうで合わせ直しをしたい時だけ一回離してもう一回押して、うんうん、みたいな形で調整しているあと男性と女性で踊ってて奥の男性に行っちゃうとちょっと困るので、うん、一回離して AF フォーカスエリアフォーカスのなんていうの場所を女性の方に持ってきてもう一回顔認識をして顔を認識させるみたいな方、はいはい、うんでね結構いけた気がするね前の Z9 とは違ってたよだから Z4.0、うん、ですごい良くなってた。4.00 自体が、うん、そうそうそうそ そうあでもねまだデータをパソコンでアップにして見てないので確実に来てるかどうかはまあ今日のフィーリングだけではちょっとまだわからないでもなんかよくなってる気がするんだよな、うんうん、なので実際にパソコンで拡大してみた時にほぼほぼちゃんと来てるのかそれとも何百枚に1枚前ピンになってるのがある混ざってるかどうかはまた報告します、うん、っていうのも今までのバージョン 3.01 とか 3.10 は、はい、私は何百枚に1枚のとかなんだけどもやっぱしすごくいいタイミングの決めポーズとかで前ピン傾向があったのねうん、うん、そうだなハイポーズみたいなポーズした時にパッと撮った時に、はいはい、人物よりそうだな15メーター先の人物を撮影する時に50センチとか1メーター前手前に地面見ると分かるんだけど、うんうん、ピントが来てるカットが結構あったりしたのね、うん、でそういうのがどのぐらい良くなってるかがちょっと帰ってみるのが楽しみ、まあ、確実に今 4.00 はなんか前より、ね、安定したかな、うん、安定した気がしたとてて、うん、あと、うん、やっぱり小さい人物をほら Z8 はほら捉えやすいってことになったじゃない、うんうん、Z8 が、ねうんうん、Z9 も結構そういうふうになってる気がした
うんうん、でも、でも厳密に言うと Z8 の方がなんとなくいい気はしたけどね。でもこれはなんとなくだからな、うん、まあこれはね、メーカーの人に言わせると同じっていう風に言われるかもしれないの、うん、いや、でもさ、4.0 になった時にさ、小さい人物に対して合わせやすくなりましたって明確な発表ないよね。そうだね、うん、そうなんだよね。だからあれどうなんだろうなと思うんだけど、うんうんうん、だから帰って拡大してあの前ピンになってないかちょっと確認するのが楽しみです。はいはい、そうそうだね。で、あとなんか Z の180じゃない、ごめんなさい、70-180。そう、それはね、もうゲネプロの袖からの撮影でずっと使いました今日、うんうん、それがさ、よかったの、はいはい、びっくりしちゃった。なんかあのレンズはさ、なんだっけ、 T シリーズとか言うんでしょ。いや、 T シリーズ、それはなんかあのツイッターの仲間が言ってるだけだから、それはそれはね、あの S ラインではない、あのね、まあどちらかといえばリーズナブルな、ね、Z の中で言うとリーズナブルな T シリーズってさ、ぶっちゃけ T シリーズなんてって言っちゃ悪いか、あのあんま期待してなかったんだよ私ね、はいはいはい、軽くて安いっていうのが売りであって、うん、まあ写りも正直まあそこそこなんだろうなと思ったし、なんか値段も安いしさ、でもさ使えるよあれ、いいよ、うん、まあ、いい、すごくいいと思ったっていうのも、でもね、逆光にめちゃくちゃ弱かった、まあ、全然違う、あ、全然ってことないかい、まあスポットライトというかサイドスポットライトっていうのがね、そうそうそう、あの舞台の、逆光、舞台のもろ逆光で撮った時にすごい霧の中みたいになるでもね、いやでもそんなにめちゃくちゃ悪くない、うん、あれこれ褒めてんのかなまあだけど、でも実際違うよ、それがね、うん、すごくいい雰囲気なのわけよ、はい、あのなんていうのかな、私ね実はキヤノン使ってる時に、あの昔の70-200手ブレ補正もついてないような時は結構本当に霧の中だったわけよ、そういう逆光で撮ると、うん、でね、でもね、今のあの今最終的に使ってた RF とかもうめちゃくちゃ逆光に強すぎて、うん、あ、なんていうの、逆光で撮ってる感がないっていうか、はい、なんていうのかな、はいはい、あのほらちょっとさ、ふわっと撮りたいじゃん、うん、逆光で、うん、逆光性能が良すぎて全然ふわっと撮れないのがねちょっと面白くないなって思ってたわけ。なるほどね、あの、あまり今逆光に強すぎて。そう、強すぎて。もう、くっきり、かっきり映りすぎてて。はいはい。ああ、うん、そうだから、ちょっとね、ふわっと映るから、もう、それも悪くないなと思って。あ、うん、そうだ、これ、この感覚久しぶりに見たとか思ってさ。これ、昔の70-200だと思って。うん、でも、なんかね、よかったよ。だから、なんていうのかな。でもさ、私さ、もう、70-200のさ、高いやつ買っちゃったからさ、これも、高いやつ持って、てるのに買い足すかって言ったら、うーん、荷物がさもうすでに20キロとかじゃん、またレンズ、うん、またさらにいくら軽いとはいえもうパンパンな、カバンパンパンでまたパンパンになっちゃうから、あ、ちょっと買うのはどうしようかなと思うんだけど、うん、これ、まあ、持っていくのが大変だよね。そうなの、そうなのよ、使いたいけど、でもなんか手持ち撮影で すげえ楽だった。180を使って、だから今まではもう70-200のニッパチのさ高いレンズ手で写りがいいからさ頑張って持ってたけどさ、あ、もう、あ、お前、うん、もうきつい、あ、まだまだ客が終わんないみたいな感じだったんだけど、一回も今日は思わなかったよ、うん、いくらでも持ってられた。そうだね、だから、うん、なんかそれで、あとはなんかほらメインのレンズは三脚につけっぱなしでいいので、そうなの、まあ、だから確かに持っていくのが大変だけど2本あると便利、持っていくのは大変だけど使いたいと思った。70-180ね、あとやっぱし今回ほらソニーとかキヤノンとかからさ初めて Z に来たとか初めてミラーレス Z8 買ったとか Z6 買ったとかいう人たちいるじゃん、うん、でそういう人たちがさレンズ Z レンズたくさん揃えるのすごい大変なじゃない。そうだ ね、だからさで70-200のさ高いやつはさ買っちゃうとさ他のレンズの予算がなくなっちゃったりすることを考えると70-180にして、あとは単焦点を何本か買えるじゃない、その浮いたお金で、うん、何本も買えないか1本ぐらい買えるよね。でもね15万も浮いたらね。そうだね、そしたらさそっちの方がいいと思うな、その単焦点、なんか好きな単焦点1本買って70-180買えば、うん、確かに、うん、だからそういう買い方してほしいな、できれば。うん、まあそういうね、あの、いろんなレンズをね、持ちたいという人はね。そうそう。うん。まあそう。だから私は逆光が弱とか思ったけど、逆光なんてそうそう撮らないじゃん。あ、撮るか、うん。私は撮るけど、あの、撮らない人たちもたくさんいると思うんだけど、そしたらさ、チョーポンさんとかも言ってたけど、めっちゃいいって言ってたじゃん、チョーポンさん。うんうん。
あの僕は逆光とかあんま撮らないけど、なんかなんだっけな、なんか全然ターザンロープとかも全然ピントくるし、あそうピント全然良かったよ、あの、うんうん、遅いとか思わなかった、うんうんうん、あのというのも人間撮るから、人間に一回最初の一発目会っちゃえば、なんていうのかな、そのビビたる動きしかないじゃん人間、うん、だから用意ドンで、ツバメとか撮ってるんだったらちょっと厳しいかもしれないけど、あの初動 でのねどうのこうのっていう人がいるんだけど、うんまあ、そこら辺は確かに一回会ってしまえば、うん、あの変わらないし、そのそうで初動もまあ実際そんなに遅いと遅いとは思わない、あんまり遅くだから初動にそこまでこだわるんだったら、うん、あの72役の高い方買った方がいいよ、うん、それはね、うん、初動そんなよ、 でもその初動自体はそんなに遅い、全然気にならなかったよ、まあ、実際さ、じゃ物理的なところで比較したらどっちかがどうだっていうことあるかもしれないけど、急に現れる被写体を撮ってるわけじゃないもん別に、うん、ね、ただまあそんなね、うん、初動が遅いって感じはしなかったね、僕もこの間ポートレート撮って、本当、うん、そう私もそれ平気だった、いや案外良くてねびっくりした、うん、だってなんかもう、ね、1幕2幕3時間もさゲレで使ったわけだけど、一部でさあんま良くなかったら使うのやめようと思ってたの、うん、そうそう、あ、なんだいいじゃんと思って結局最後までずっと使ったからね、だからまあ70-180はね、うん、まあいい感じだったよね、そういい感じで驚いた、 T ラインも捨てたもんじゃないよT ラインって皆さんね、いやバカにしてるわけじゃないよ、あのいやいやいや、その T ラインってねツイッタースペースのみんなが言ってるんですかね、うんそう、はいはい、T ラインは17-28の、2パチ、そして28-75mm の 2.8、 28-75、うん、そうであとは70-180の 2.8、 70-100、うん、あれは違うのか、あの2パチ200なんとか200ってやつ、24-200はあれは、あ、でも24-200も、うん、あれもあれだよ、あの S ラインじゃないから、あ、そうなんだ、うん、T ライン、いや、T ラインかとかあれは T ラインじゃないの、いや、ちょっとそれわからないね、あ、そうなんだ、あの焦点距離が違うから、うん、2個の純正と、そうかそうか、うん、それ焦点距離で判断してんの、まあちょっといろんなねことがあるかもしれないけど、ね、なんとか600も T ラインでしょ今回出た、いや、それはそうですって僕は言い切れないですよねあ、そう、まあだけどそうかもしれないな、あ、道間違えた、左だった今、うん、でそうかもしれないなっていう、あ、間違えたな、どうしよう、まあいいか、ね、いいや、次の交差点で左に行く、喋ってたら、一生懸命喋ってたら間違えた、まあだけどね、あのまあそういったことで今日はですね、あの、うん、まあ、実際バレエに使った感想ということでね、そうだね、そうだね、あ、そうだな、あとなんか一個だったっけ、なんかZ9 と Z8 の使い比べて、でも電池の安心感はダントツ Z9 だったけどね、 Z8 の使い方にも慣れてきたけどね、だんだん、うん、あ、なんだこんなとこに踏み切りがあるよ、あれ初めて来たな、まあ、しかしね、あのまあ、ちょっと僕はですね、トータルで合計枚数何枚撮ったかちょっと調べずにこの動画撮り始めたんで、そう、私だから動画撮る予定にしてたから、うん、見といたよ、でね、僕はもうちょっとだから何枚撮ったか分かんないんだけど、かなり撮って、もうごめんなさいね、かなり撮ってぐらいですよ、いいよ、まあ、で結局あのゲネプロ撮って本番も1部2部3部撮ってね、うん、あの Z9 はトータルで2本の電池使いましたね、うん、まあそんなもんだよね、うん、でも厳密に言うと、あ、そうそう、で私も言おう、それ厳密に言うとね、うん、3本使ったの、あ、まあ、そうだ、ゲネだけで1本いくもんね、あの3時間も撮ったらね、うん、そうそう、あの3時間ゲネプロはあの、まあ、リハーサルをね撮って、うん、まあ、1本丸々ほとんど使ったの、それはもうやめにしたと、う、ね、うん、で、まあ、やめにしたってもちょっと残したけどね、でそれで、まあ、2本目は新品の充電したものを入れて、うんうん、そしたらね、やっぱり3部のところの前半でね、うん、もうちょっと、まあ、まだ全然赤にはならないけど、うん、ちょっと減ってきたのよ、うん、でそれでもうなんかね、あの結構目まぐるしく演目も進んでいくので、うん、まあじゃあちょっと念のため、うん、ということでね、本番前に変えたの、いや、うん、休憩時間に、そうそうそう、うん、3部の前に変えた、ああ、なるほどね、だから結局全部使い切ってないけど、うん、まあ一応3本使って、うん、でまあ自分の、感覚としては丸々2本使った感じ、なるほど、うん、そんな感じだった、だから結構あの持ったは持ったよ、あ、そうなんだね、うん、私は全然持たなかったよ、絶対と、だってゲネプロだけでは 3個使ったよ、
あの、というのも、一番最初は満充電じゃない電池使ったっていうのと、あとグレーの電池使ったんだよね。うん。だからさ、ちょっと黒の電池よりちょっと減りが早いからっていうのも、うん、あの、グレーの電池ってのはね、EN-EL15B かな。すごいね。で、それで、あの、EN-EL15C という黒いね、今の現行の電池と、そのグレーの電池の違いってのはそういう意味です。そう、本番は黒使って、ゲネはあのグレー使ったりっていうのもあって、うん、ゲネは3本使いました。で、本番何本使ったっけな、うん、本番1部につき1本とかそういうペースでした。で、3部は、そうそうそう、あえて電池変えずに途中で PDQ 電を挿して、なんていうかな、いつでも PDQ 電させるように、こう、運台の下に袋をぶら下げて、刺すだけの状態、うん、だから、あの、カメラの、あの、キャップもさ、外しといてさ、すぐスッと刺せるように。うん、わかるかな、あの、ゴムの蓋。はいはい、外しといても手下げでシュート刺せるようにしておいて、途中から PDQ 電にしました。なるほどね。うんうん。そう。まあでもね、なんかね、まあぶっちゃけもうね、直子さんは Z8 が気に入っちゃってたね。めっちゃ気に入っちゃった。買い替えたいよ、私。でもさ、私の答えが特別いいのかもしんないっていう気もしててさ。はい、まあだけどね、それはね、ちょっとね、この、皆さんに発信する動画だから、誤解もあるかもしんないけど。だからさ、ぶっちゃけ当たり外れがあるってことじゃん。まあ、まあだからそれは。次買ったら、今より良くないやつが届く。まあでもね、実際まあこれね、まあこれはまあ、うん、あくまでも個人的なね、意見なんですけど、うん、まあ、シャッターストロークなどもね、なんかこう、人に聞いてみると、ね、個体差があるみたいだね。そう、だって調整出してる人とかいるじゃん。うん。調整いらないじゃん、私の。そうだね。ここはさ、ちょっと、やっぱ当たりなんだよね。Z9 はあんだけ出したのにね。Z9 はね、比較的、まあ、Z9 全部出したもんね、結局、ね。あのね、これ皆さんね、これは、あくまでも個人的なね、感想なんですけど、うん、Z9 は買った時にね、ストロークが深かったんだよね、結構。深かった、もうだってさ、正直箱から開けて押したらさ、深くて深っと思ってさ、うん。みたいな。でも Z8 はね、開封動画で、まあ、実際動画テンション上がって上げてますけど、あれ本当にね、開封し、本当にあれマジで、生で、マジで良かったの？ぶっつけ本番の動画なんですけど、あれ、本当に初めてね、シャッターをした感触がね、直子さんの歓喜の声がすごかったよね。だって、すごい、もう、感動したの。うん、だからさ、ぶっちゃけさ、次さ、新品買わないでさ、中古屋さんに行って、何台かあるやつを自分でシャッター切って、キリン対シャッターフィーリングのやつをさ、買った方がいいかもね。まあ、だけど、中古はなかなか Z8 はないかもしれない。あ、ないか。出さないよね。あんないいカメラ出す人はあんまりないか。あれ、いい、最高よね。大好き。あ、今日仕事楽しかった。ね、今日本当仕事楽しくって、私今日テンションちょっと高くない？大丈夫？二人すごい喋ってる気がする。皆さんね、どうですか本当に。まあ、てか、今日ごめんなさいね。赤山氏の親父の顔ばっかり映ってね。で、それもしかもね、今ね、Z30 で撮ってて、もうかなり暗い状態で25,600って ISO になってますんでね。うん、あれあれになってるし、ピントがね、こう外れたまんまね、止まったりとかしてますんでね。ごめんなさいね。あ、そうなのね。もうね、親父の顔だけじゃなくて、そういう見苦しい動画になってます。今日仕事楽しかったね。はい、そうですね。はい。まあ、だけどなんかまあ、そういったことでね、はい、あ、まあ、ただまあ、もうちょっと、まあ、せっかくあれだったんで、一応 AFC だよね、使ってるのはね。そう、そうです。ね、AFC、コンティニュアス A。AFC で、今日は試しに全面やってみました。今までは C1、C2 とかでカスタムエリア、うん、みたいなのやってたんだけど、今日はちょっと全面がいけそうな気がしたんで、Z8。意外とね、たまたまですけど、僕は70-200の日八の VRS を使っていて、で、ゲネプロでね、リハーサルなんですけど、うん、舞台で、うん、袖で撮っていて、直子さんが近くで撮っていて、うん、ちょっと70-180私の分はね、ついてると。うん、で、まあ、ね、あなたのレンズは70-200なんで、ちょっと取り比べをしてみないかっていうことで、ちょっとそう、違いを見たかったの、レンズ性能の、ね。ちょっと入れ替えたの。T ラインとさ、S ラインで。で、そしたらね、入れ替えた時に直子さんの全面の、全面、びっくりしたでしょ。オートフォーカスで、びっくりしたでしょ。自動で被写体を追う、ね、モードだったけど、結構それがね、結構来るんだよ。そう、すごいでしょ。Z8すごいんだよ、マジで。で、それで、うん、エリアを決めちゃうとね、決め打ちを しないとある程度いけないわけですよ、うん、そうだね。そのエリアの中に主要な被写体を持っていかないといけない。うん、ね、ある程度被写体認識をするにしても、うん。そう。そしたらね、全面のね、エリアでやるとね、実にね、動き物で構図をね、うん、
全体像を捉えながら撮るのにすごく私が発見したすごい楽ちんな撮り方を、うん、すごい使えるよねあれね。でさあのだから、はい、でもねずっと人物入れっぱなしだとやっぱり使いづらくて、あの思わぬ人物に会っちゃってその人物から外したのに外れないっていうことがある、はいはい、あるから、それはやっぱし親指であの人物認識オンオフ切り替えながらが、これはね皆さんに説明しないといけない。顔が赤鬼みたいな。これは今もう前のテールランプで。で、まぁ、あ、ちょっと話がごめんなさい。あのね、今ラジオみたいに聞いてる人は関係ないから。はい、あの結局、アナゴコさんはですね、AF オンボタンで被写体認識をオンとオフが切り替えるように設定してるんですよ。うんうん。そのことを言わないとね。そうだね。うんうん、で、それでだから、あの、要は、あの半押し AF を使っているんですね、アナゴコさんはね。半押し AF だから、はい、人差し指でね、もうシャッターボタンにずっと指がかかってる状態にで AFC だから、ピントずっと追っかけていってるわけですよ。はい、で、それその状態で、はい、あの被写体認識をオンとオフをできるような設定を、うん、AF オンボタンを押すことによって、あのね、切り替えできるんですよ。そうそう、そうです。うん。はい。ね、だからそういったことなんですね。だからそういったことも細かいことをね説明しないと。そうだね、そうだね、うん、つい前提で言っちゃったり前の動画で言ったから大丈夫かなとか言っちゃうけど、そうだよね、分かんないね。そうだから被写体認識のオンとオフをね、うん、うまく使い分けてるわけですね。はいはい。いやほんとね70-180ね、よかった。あのね今日はね 40mm の単焦点も使ってみたんだよね、一部ので。はい、あのニコル Z40mmF あれちょっとぶっちゃけいまいちだった。それはどういう意味でイマイチだったの？覗いた時の色が良くなくて、何あれ、なんかコントラストが強いっていうか、なんかね階調がよく見えなくてね、うん、あ、ちゃんと映ってるのかなって不安になってやめちゃった。そうなんだ。でそれで途中から24-122に変えた、うん、本当は24-70使いたかったんだけど、赤山さんが今日使ってたから24-120と70-180で撮った今日。うん、うん、いいよ、今日は楽しかった、うん、あのレンズいいよ、軽いしさね、 T ラインも捨てたもんじゃないって思っちゃった。 T ラインね。いやでもね、あの実際まあ 40mmF2 枚 S ラインではないんだけど、 40mm、まあ、ちっちゃくていいけど、まあだけどその、うん、あ、そうだ、でもそう、あのね、じゃあなんな、T ラインじゃなくて、70-180で、あの高いやつとの差はやっぱり、うん、あの拡大しなきゃいいんだけど、拡大すると中央の、なんつうのかな、被写体のお顔とかのさ描写がやっぱりバリバリではなかったね、うん、そこが緩い緩い、でもその緩さは許せた、うん、あくまでも皆さんあれですよ、それはね、開放 F 値で撮ってる。そう、今日あえて、あの、いじめるために。そう、開放 F 値で撮ってるって話です。そう、F4 とか撮れば全然問題ないんだけど、本当は。うん、で、あえて、28でテストしました。ね。そうだね。でもメーカーも言ってんだよね。あの、公式で。うん、そうそう。で、この間僕が息子の権威を撮った時もね、うん、多少ね、線ににじみを感じるっていうところはあったのね。うん、そうだね。うん、でもそれはね、これはね本当に実際作例をねこの間載せたんで、うん、まあそれでね、まあ、十分だ、まあ実際ね、あのダウンロードできる作例だったらよかったんだろうけど、そうだね、一応動画の中でね一応見れるものにしたんだけど、あれ実用的にはね、まあこれも本当にあくまでもね赤山修個人的に言うと全然十分にいけると思う、うん、でそれであの近接撮影、ね、なる、あの近くになればなるほどちょっとにじみが出て感じるようには思ったね。うん、なるほどね、うん、まあ、だけどそれはね絞れば解消できるっていう。そうだね、絞れば解消できる。竹川さんが言ってたもんね、メーカーがそれ言ってるって。そう絞りによって、うん、あのまあね描写が変わると、うん、まあ、それはなんか従来、ね、あの昔からのレンズはそういうふうなねことを言えるんでね、絞ると解像、うん、解像度が、そうあえてマイナス点を探す、うん、言うならそこでかな、うん、ね、まあ、そこら辺はだからまあカリカリではない、うん、あ、まあ、それがまあニコール Z70-200 の 2.8VRS と、まあ、そうそう、まあ値段倍近いからね、70-180の 2.8 の違いの一つかな。そうだね、あとなんか悪い点あったっけな、あとあえて言うなら、ああ三脚座がない、ないんだよね、うん、まあ、三脚座がない、まあそれなくてもいい、うんうん、いい人が買えばいい。お、ちょっと止まるよ、黄色、はい、そうだね、そうだね、もう軽いレンズだからね、うん、基本的に三脚に据え置いてやる撮影にはあまり
あれなのかもね。うんうん。つかボディに三脚つけていいってことだろうね。ないってことはね。うん、そうだね。まあ、それだけ軽いレンズだから、あのね。そうだね。あと周辺の描写いまいちだね。まあそれもしょうがないね。集合写真とか撮ったらちょっと、ね。まあだけど集合写真は70、180で撮らないし。あ、まあだけど、私70、200で撮ってるよ、集合写真。そうだね。あの、舞台撮影の集合写真の場合は距離が遠いから。そう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 、そう。確かに望遠で撮るってことあるもん。うん、そう。あ、そうだ、思い出した。私のさ、24120でこの間集合写真撮ったの。うん。ちょっとね、左側がね、描写いまいちだったの。あれってさ、どういうこと？それはなんかね、うん、しかしたら左だけなの、左だけ。うん、ちょっとね、光軸がずれてる可能性があるな。だって一眼レフだったらさ、あの後ろのセンサーがさ、うん、フランジバックがさ、ずれたりしてさ、そういう風になることあったじゃん。うん。ミラーレスってどうなの？いや、ミラーレスもレンズがそうなったらダメだよ。マジ？え、レンズか、レンズの問題なの？うん、だからそれはちょっと調べてもらわないと。あ、まあ許せる範囲なんだけどね。うん、まあでもそれは気になったんだったら、そうだね、それは見てもらう。24120結構いいからさ、それ撮ったらさ、あれと思って、うん、あ、しまった、24-70撮っとけばよかったかなと思って。まあ、しょうがないね。うん。皆さんね、ズームレンズはね、あの、これは、直子さんがそうしたという話じゃなくて、ぶつけたりとかするとね、あの、ピントがね、狂ったりとかすることがあるんで、まあもちろん、ズームレンズに限らないんですけど、そういった衝撃などにはね、気をつけましょう。うん、そうだね、うん、あの。伸ばした状態でぶつけたりしたらやばいよね。うん。うん、確かに。そうね。はい。まあだけど今日はなんかまあ ZA とかなんか良かったって話を聞いたので、よかった。まあちょっと動画一本撮ろうかなってことで撮りましたが、もう一台欲しい。まあだそうです。まあさあいいよ。もう一台 ZA と。でもさあ。が、うん。ねえ。ねえ。すごいね、みんなに買ってほしい。あの D810 とかさ使ってる人とか。D850 使ってる人に、うん、Z8、 うん、ね、満足できると思うよ。はいはい、ね、私やっぱさ、ミラーレスさ、なんだかんだでやっぱり本物見ないで撮ってないじゃん。私さ、 D850 この間覗いた時に思ったのは、やっぱり被写体を素で見てるから、うん、すごい素で被写体を見ていることにものすごい気持ちよかったんだよね。そうだね。やっぱりね、ミラーレスってさ、テレビ見て撮ってるみたいで、うん、それがね、ミラーレスに映った時からの違和感で、うん、まあだいぶ慣れたんだけど。でね、それはね、直子さんのね、今ね、うん、あの経験談はそういったことなんだけど、僕もね、実際、舞台撮影をしてみて思ったのは、うん、まあプリズムでね、一眼レフの、うん、見て撮った方がタイミングとかは絶対つかみやすいだろうなって感覚がする。それはないよ。それはないの？それは変わんない。変わんないっていうか、見られてるのが全然撮りやすい。あ、だったらじゃあね、別の言い方する、うん、あの目が疲れる、あの EVF の方が、うん、あのそんな感じです。 あくまでもこれ、ね、皆さん、私の個人的な見解です。どうだろう。でだからミラーレスを今冷やして言ってるんではなくて、うん、なんかプリズムで見てるんだったらば、うん、本当に生であの動きが見えるじゃないですか。それはやっぱり、それはね、でも本当にね、被写体を生で見るっていうのはめちゃくちゃいい。やっぱり なんつうんだろう、やっぱりね、やっぱ魂が見えるわけじゃん、人のオーラとかさ、なんつうの、そういう雰囲気とかさ、そういうのがテレビじゃ分かんないんだよな。うん、まあだからね、そうなるとね、空気じゃあデジタル一眼レフの方がいいわって話になったかなって。ぶっちゃけ覗いた感じはデジタル一眼レフの方がいいよ。まあそれと覗いた感じは、まあ、あとはレンズだってそのまんま素で見えるっていうところが、うん、ね、光学性能の違いも分かるし。そうだね、ある意味ね。そうだね、やっぱりあの1枚そのね、電気信号が、そうだね、やっぱクリアな、入ってるというか、いいレンズを覗いたら、あ、クリアで素敵ってなるからね、うん、でもシャッター切ったらやっぱしミラーレスの方がいいなって思うんだよね。そうですね、あのミラーショックのショック、ただや一回ミラーレスに慣れちゃうともう戻れないね。うん、そうですね、あの、はい、カメラがビクブワンってなるのがちょっとさ、やっぱりね、ミラーレスに慣れちゃうと、はい、そろそろもう時間ですよ。僕喋りっくりまくっちゃった。だから今日はですね、雑談動画ということで皆さん勘弁しちゃってください、はい、あのただまあもしもね、あのコメント欄で何か質問みたいなことがあれば、
はい、なんか気がついたこととかね、そうだね、ここがこうなのどうなのっていうことがあれば突っ込んでください。またですね、コメントでお答えするとか、今後また引き続き動画でですね、コメントに関してお答えできればなっていうふうに思いますので、はい、まあ、今日はそういったことでですね、皆さんなんか雑談にお付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。なんかしゃべくりまくったら喉が痛くなったんだけど。はい、じゃあそれでは、じゃあ皆さん、すいません、じゃあさようなら、じゃあ、はい、失礼いたします。いつもありがとうございます。いいねありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。コメントも一回もやってます。はい、どうもです。失礼します。失礼します。はい。